アイヒマンを終え、ナチスが最も恐れた男は2015年のドイツの電気映画。監督はラース・クラウメ、出演はブルクハルト・クラウスナーとドナルト・チェアフェルトなど、ナチスの最重要戦犯、アドルフ・アイヒマン逮捕の影の功労者であるドイツ人検事フリッツ・バワーの執念と苦悩を描いている。二千十六年のドイツ映画賞で作品賞、監督賞、 音楽賞、助演団優賞、美術賞、衣装デザイン賞の6部門を受賞した。1950年代後半、西ドイツ・フランクフルト。経済復興が進む一方、戦争の記憶が風化しようとしていく中、県事長のフリッツバウアーは、ナチス戦犯の告発に執念を燃やしていた。そんなある日、彼のもとに、逃亡中のナチスの大物戦犯、 アドルフ・アイヒマンがアルゼンチンに潜伏しているという重大な情報を記した手紙が届く。バウアーはアイヒマンの罪をドイツの法廷で裁くため、部下のカールと共に証拠固めと潜伏場所の特定に奔走するが、ドイツ国内に救うナチス残党による妨害や圧力にさらされ、孤立無援の苦闘を強いられる。そんな状況を打開するために、バウアーが考えついたのは、 この情報をイスラエル情報特務長に提供するというものだった。しかしそれは国家反逆罪に問われかねない危険な行動であった。それでもナチス戦犯の告発に執念を燃やすバウアーはモザドへの接触を図る。そしてこれがやがて大きな実を結ぶことになる。監督のラース・クラウメと主演のブルクハルト・クラウスナー。カッコ内は日本語吹き替えッテントマトズによれば 37件の評論のうち84%にあたる31件が高く評価しており、平均して10点満点中7.42点を得ている。メトクリティックによれば、14件の評論のうち、高評価は9件、賛否混在は4位件、低評価は1件で、平均して100点満点中61点を得ている。ありがとうございます。